それはちょっとやっちゃいけないだろうと俺は思ったからちょっとこういう発信したんだよね。そういうのは前言いませんけど、前に事件があったんですよ、そういうことは。それはコメントとか、そのなんかいろんなことをやられて、でやっぱそれが耐えきれなくて命をなくしたって人もいるんですよ、本当に。もしこれでマネーさんが警察、まあ、行ったとかなんか書いてあったけど、それで同じことになったらどうするんですか。実際に男同士やればいいんですよ、女ですよ、本当に。それはちょっと俺もやっちゃい、最近見てるんだけど、ああ数字上がってんなと思ったけど、それやっちゃダメだろ。俺そういうの嫌いだから、弱いもんに、弱いもんちゃんでも女だぞ。実際に知って人間が亡くなってんだよ、それやっちゃダメだろ。女の飯でもない、別にそれ付き合う付き合わないとか関係なしで、やってることを出せんだよてめえたちは。俺やらマジでよ、そういう人だろ、キレるって聞きすら切れるだろ。ちょっとやりすぎもあるから、女子が気がついてもあんまだまり、まあ人が気がついてってことはそこまで追い込まれてんだなってことじゃん。ナイツもそうだし、大関もそうだし、あのまあナイツの場合もある程度はあるけど、大関のあの100年って出品になったあのマネーさん出して、あれはダメだろ。人間に対してあれで女子が気持ちを耐えられると思うか。でも俺はその思うよ、マジで。ちょっとやりすぎだよ。ちょっとあれは見たんだけど、これはやりすぎだろ。あれはね、やっぱね、僕の性格的に気持ちがね、まあ弱いものに、ああいうことやったら、まあ、女だから、やっぱ気持ちが、男と違って参っちゃうんだよ。おまんこは好きですか？嫌いな人間いないわ。